私の小さい頃の夢は、ユッケを好きなだけ食べることだったのですが、10年ほど前からというもの、お店でユッケを食べるのが難しくなってしまいました。ということで、今回は代用ユッケを作ってみようと思います。まず、友人の家から勝手にアロエを摘んできました。ちょっと食べてみます。外の皮はカリカリとした食感です。中身はネバネバしたアロエヨーグルトの具そのものが苦いです。中身は無味ですが皮が死ぬほど苦いです。これをよく洗い、いい感じに切り分けていきます。断面はこんな感じ。粘液がたくさん出てきます。ちょうどいい大きさにして、側面の皮を削いだら、包丁で皮を剥がしていきます。剥がれました。引くほどヌルヌルしています。いくつか切れました。さっと洗ったら、鍋に、水と、アロエを入れて、添加。アスピロット湯通しして、ザルに開けて、氷で冷やします。こうすればぬめりが落ちるかと思いましたが、あんまり変わりませんでした。そうしたらボウルに移し替えて、食紅を入れます。これで一気に肉っぽくなるはずです。ちょっと入れすぎたかもしれません。思ったより猟奇的になってしまいました。こんな体で抱きしめてなんて言えない。ラップをかけて、冷蔵庫に入れて色を染み込ませます。俺の手はとっくに汚れてるんだよ。待っている間に飲むアロエヨーグルトを作ってみます。アロエを握りつぶしてヌルヌルを抽出します。ここに牛乳を入れ、大量の砂糖を加えたら、できました。飲むアロエヨーグルトです。そこの方に砂糖が溜まってしまいました。しっかり混ぜておけばよかったです。やっちまったー！最低だ。俺って。いただきます。謎の白い液体の正体とは。やはり砂糖がそこにいるので一口目は苦いです。最後の方は甘くて喉越しもよく美味しいです。久しぶりだね。1時間ほど経ったので冷蔵庫からやつを出しました。なんか水分が抜けています。キッチンペーパーで水気を拭き取って、レンジで加熱してさらに水気を抜きます。だいぶ乾燥したと思います。あとはユッケのように細切りにしたら完成です。できました。代用ユッケです。本物より透明度が高い気がします。本物と同じく卵を割り入れ、ちょっと高い焼肉のタレを注ぎ、混ぜ混ぜして、いただきます。ぬるぬるコリコリして面白い感触だよ。美味しい。味はほぼユッケです。ですが肉と油の旨味が足りないかもです。ごま油を追加してみます。うまそうなハンバーグ。おお、食感以外は結構近くなってきた気がします。一応本物と食べ比べてみましょう。いただきます。美味しい。美味しい。美味しいです。代用も結構近い味だと思っていましたが、本物に比べるとただのカスでした。今日はレバーも用意しているのでお祭りです。テイスティ。さらに紅茶も用意してます。こんな優雅な食事はなかなかできませんね。美味しい。ちなみにですが、実はお肉は焼いても美味しいです。皆さんはよく焼いて食べてください。最悪死にます。手軽に作れる代用ユッケ、皆さんもぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。